ははいどうもこんにちは大二郎です今日も海外ニュースを紹介していきます1本目ということでこれですなかなかすごいニュースですねニューヨークで勤務時間以外の仕事の連絡が違法になるかもしれないっていう、まあ、ニュースなんですけど、えーまあ、ちょっと詳細見ていくと ほとんどの人にとって仕事の最高の部分は仕事が終わる時であるが、というかまずこれを言い切ることがすごいですよね、うん。日本でなんかこんなこと言ったら怒られちゃいそうですね。えー、であるが。 上司や電話がメールをするために仕事が終わることはない人が、えー、たくさんいると、えー。我々は常にそういった不安の中で生きており本当にリラックスできる時間が取れないと。えー、で今回の法案あのビルっていうのを法案っていう意味でもあるんですね。で今回の法案では 10人以上を雇う民間の企業に対して勤務時間以外に従業員に連絡を強制することを違法とするものということでただもちろんその24時間体制で働く必要がある会社とかまあそういう例外があるところはもちろんあの例外を認めていくっていう形なんですけど基本的にはその従業員同士の連絡の強制も違法となり連絡を返さなかったことによる叱責も違法になると。 うん面白いっすね多分日本とかだとまあもちろんねあのどうしても対応しないといけないっていうような業種の人が、まあ、たくさんいると思うんですけどその中でこういう法律がね、えー、もし日本であったらど,んどういうふうになるんですかね。で心理学者のファラハウケ博士は えーまあ、彼女が持つ感情は大体仕事とか家族のことで悩んでおりポイントはそういう仕事とか家族のように完全に遮断できないものは時折人々の心に悪影響とまあな,なるということで、まあ、今回その仕事っていうのは常にこうあ連絡が来るかもしれないとかっていう不安に駆られることがそのメンタルにあんま良くないんだっていうふうにこの心理学者の方は 語っています、ね、でこの法案はまだ実際にあの通ったわけではなくて今ニューヨーク市の方で、まあ、討議中だということでなんかフランスでもなんか似たようなニュース聞いたことがあって仕事終わった人にメールを送るのは違法だったかな,なんだか分かんないですけど、ね、そういうなんかニュースがあってまあ先進国ではこういう動きがねあるんですね。いやなかなかアメリカらしい欧米らしいニュースだなと思って紹介しました。えー、次 Place ということでこれもなかなかね面白いニュースでしたそのロボットが世界の格差をより大きくするっていうようなまあ意味の、えー、記事なんですけどちょっと内容を読むと今回の研究ではあの自動化の波は貧困層をより貧困に富裕層をより豊かにするという内容で例えばこれまでは例えば車,車業界では昔は何百人何千人もの人を雇っ っていたんですけど、まあ、自動化によってま人の数はどんどん今減っていると、そしてあの今現代ではあの人工知能の進化によって、ホワイトカラーの人がやるような仕事までも機械がやるようになっていくと、その中で先進国と発展途上国 国ではロボットに置き換わる比率が変わってくるんじゃないかという研究でおそらく発展途上国では先進国の2倍以上の仕事がロボットに置き換わるということで,でこれは国の中でも起きることであって例えばイギリスの北と南で差が出てくる、まあ、多分南の方がイギリスは裕福なのかなロンドンがあるから分かんないですけど、まあ、日本でも東京とか大阪とかそういうホワイトカラーの人が多い地域ではそこまでまだロボットが置き換わらないんだけど なんかこう田舎の方ではもう全部農作業とかも何人もかもロボットに置き換わってより職を失う人が出てくるというような研究ですねでこの研究は今後の国の政策はまあそういう可能性を加味して考えてい,いかなければならないのではないかということでいやー本当ね、まあ、50年後100年後はもうおそらくほとんどロボットに置き換わっていくと僕もね思うんですよね、YouTuber、もなんか最近バーチャル VYouTuber とかって言ってもうその辺ももうロボットに置き換わったりしてきてるんでロボットがができなななないいいようう仕事が逆になくなっていくっっててね僕は逆になんかこうじゃあ働かなくてもいい世の中になるのかなとか甘い考えで思ったりするんですけどだからロボットを使って利益を得る人はやっぱ経営者なんですよね経営者がまあコスト削減とかの一環でまあロボットを使ってより経営者が裕福になって。 えー、貧乏人は、えー、職を失うといやだから本当にちょっとやばいですよね本当になんか手に職というかね身につけられるものをあの身につけないとまあ人間、えー、食べ物があればね、えー、生きていけるんで、えーはい、大丈夫だと思います <laughs>、えー、次ということで今回あの、まあ、金属探知機、まあ、要はダウジングですかね で50年前に亡くした結婚指輪を見つけるというニュースなんですけれども今回94歳の女性このフローレン・ブッシュさんっていう女性なんですけどが亡くした結婚指輪についてこのウェスリー・ホワイトさんっていうこの金属探知機オタク みたいいなのがいるとでこの人がそのことについて知ったらしくて早速あのそのブッシュさんの庭で90分間こうダウジング金属探知機で探したところ速溝見つかったということで1 2センチほど下に埋まっていて指輪は無傷だったと。 テフローレンブッシュさんは、えー、指輪との再会に有頂天になったということで本当に興奮しましたもう二度と見ることはないと思っていましたこれは本当に大切なものですということでいや僕あのダウジングってそんなにえっかオカルトみたいな世界なのかなと思ったら本当にこれ見つかるんですねしかも指輪って反応するんですかねちょっとな そのどんな素材の指輪かとかは書いてなかったんですけど金属なんでしょうね金属探知機ですからだから金属に反応するるようなのってあるんですかねなんかよくねテレビとか漫画でなんかもうただこうやってやるだけのやつとか見ますけどあれだけで金属が見つかるんですかね。うん まあただね、この金属探知機オタクのウェスリーさんのおかげでね、こうやって本当に喜んでくれる人が出てきたということで、なんとも微笑ましいニュースですね。まあ、こういう微笑ましいニュースで今日は終われてまあ良かったと思います。ということで、今日も海外ニュース3本紹介しましたけれども、皆さんはどう思ったでしょうかぜひぜひコメント欄で教えてください。ちょっとでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあ。